属性。ここにいたのか。ああ、来てくれたのね。あれ、浮かない顔だな。何か悩み事でもあるのか。うん、旅人、ちょっと困ってることがあってね。さっきの試合、実は現象に票を入れたの。国政はシャンリンに票を入れなかったことを後悔してるのか。いいえ、審査員として公平は保つべきだわ。私の票は真剣に考えた結果だから後悔はしてない。でもシャンリンは私の友人だから、このことを彼女に話すべきだと思ってるの。けどこれはあくまで私個人の立場から考えたこと。参加者であるシャンリンは理解してくれないかもしれない。シャンリンみたいな性格のことの接し方もわからないし、どうやって言おうかしら。オイラは大丈夫だと思うぞ。言い方とかシャンリンはきっと気にしないって。それに最終的に優勝したしな。みんなここにいたの？探したよ。シャンリン、その伝えたいことがあるの。え、どうしたの？料理対決の時は己が心に従うようにと私の祖父が言ってたわ。つまり料理で勝負したり私欲を消したりする時、自分が思った方に票を入れるべきで、他の影響は考えず本心に従うべきだと。もちろんこれは祖父個人の見解だわ。でも私もそれが正しいと思ってるの。だから私はあなたの友人だけど、票を現象の船長賞に入れたわ。そうよ。ええ、その通り。エビのポテト包み揚げが好きなの。いけないかしら。真剣な顔をしてるから何かあったのかと思ったよ。大丈夫、私は全然気にしてないよ。え？国政は自分の好きな方に投票しただけ。何の問題もないよ。逆にそうしてくれないと不公平な試合になってたでしょ。わざわざ伝えてくれたってことは友達として気まずかったのかな。うん、そんなことは。私言ったでしょ、真面目な国政が一番大好きだって。私にとって厳しくない意見は意味がないの。ぬるま湯を求めるのは素人がやること。私はもう素人じゃない。これから進むべき道や作る料理は今以上求められるはずだから、国政みたいな友達が必要なの。逆に国政は責任感が強すぎるよ。気にしなくていい時もあるのに。国政は七星であり、一人の女の子でもある。友達といる時は気を使わなくてもいいんじゃない。それに行幸さんもこんな感じなんでしょ。北斗姉さんから教えてもらったんだけど、行幸さんとはお互い気を使わない中で、たまに船で木々で対局するんだって。行幸さんは身分や地位を気にしないし大胆な人でしょ。国政もあの人みたいにもっと肩の力を抜いてよ。旅人、シャンリン、そういえばここで立ち話してる場合じゃなかったわね。まだかまど神の心臓を確認してなかったでしょ。どう、忘れるとこ